最高だ。おいよ。ポンちゃん、七つ森来たね。次は切り合わせ小屋、まあ、あとざっと2キロってとこね。そう、2キロ。もうゆうさんの顔が笑っとらんで、はい、あ、笑った。レッツゴー。ね、ついに種まきに来ましたよ。はい、あと切り合わせの小屋までね、1キロです。ジャグナリさんがいましたよ。で、周りはね、姫さゆりさん。姫さゆりさんね。姫さゆりさん、うん。で、その下にね、わかんない。白いの。わかんない白いの。ちっちゃいのね。うん。はい。すごいね。これ切り合わせの手前にね、で、もうちょっと行くとね、松虫草の大群。ね、行ってみますよ、はい、うんうん、で、この黄色いのもね、なかなかね、赤物、設計が残っておりました。ここはスベラーズです。スベラーズ。スプーンカットを利用してね、まあ、滑ってもここは止まるからええけどね。抜けるとね、切り合わせ小屋ね。どうかわからんけどね、うん、あ、薪もあるからな、薪燃えとるかもしれない。ちょっとテント見てくるね、ポンちゃん。テントはこっちです。はい、テント場ですね。テント場、誰もいません。テント場、ああ、そしたら避難小屋になっとる。ちょっと水出てるから見とくね。取りますね。はい、今切り合わせのね、朝です。切り合わせ小屋からの朝、上も下もちょっと雲海で、雲海と雲海の狭間から朝日が昇っているという、まあなんとも美しい光景ですね。もう今日が出るんですよね。なんかとてもいいじゃないですか。4時19分。ね。今4時19分です。ほら、ちゃんと本山まで見えとるよ。ね。よいしょ。シャチウド。もういっぱい咲いてます。うわー、赤くなってきたで。うわー、こっちがまたほらね、日本海側だよ。あそこに見える一番高いとこが
そうです、来日だけ。ね、まだ設定があんまり残ってるけどね。本山から4時間かからないくらいか。ご来光。このご来光に入るね、草履塚ね、この上でだいたい1枚目の草履が切れたっていうんだよ。で草履取り替えてね、古い草履をこう置いてったのが山になってさ、それで草履塚。うー、綺麗だね。はい、これ、はい、朝日に雲海。あのとんがってるのは磐梯山。まあ今ね、草履塚前の設計を登っておりますね。結構残ってますね、がっつり。これは滑らないようにまあ行くっていうのはね、大事ですね。はい、白根青いが咲いてます。今ね、朝だからまだ花が開いてるんですけど、これ開くとね、女王様の感じでね。で、ここはね、通称トトロの森と言われてる、こうトンネルみたいなんだけどね、まあ、トトロの森をご案内いたします。トトロ、トトロ。さあ来ました、草履塚。なかなか絶景、やばいね、草履塚。さあ、ゆうさん、この光景を見てるとね、もう何も言えないね。何か言ってどんな言葉を使っても、ただ言葉だし、植える、こんな感じが。ゆうさん、あれがウバゴンゲ、御馬様って言われてて、いつの時代か江戸時代だと思うんだけどね、まだこの飯豊山がさ、あの信仰の山 で、はい、で13歳になるとね、男の子はみんな登ったんよ。まあ成人儀礼っていうところかな。これを登って降りてくれば男で、一人前の男ですよと。で女がね、三姉妹か。三姉妹がね、どうしても登りたくて、その女、女人禁制だったんだけど、禁制を犯して登りに来たんだって。で、三番目の娘はね、猪苗代で病気で死んじゃって、二番目の娘は、ここに来る途中の大和のね、山で死んじゃって、で、そこにもやっぱり御馬様が祀られてるんですよ。で、長女さんの、一番上のお姉ちゃんはここまで来て、結局ここで亡くなったんですよ。そういう話ね。本当かどうかわかんないよ、はい。まあ、僕はね、多分ね、そういう話を誰かが作って、はい、女に登らせないように戒めにしようと。はい、まあ、そんなところじゃないかなと思ってます。はい。まあ、そこで、あそこで亡くなったお姉さんが、あの、御馬様になっているという話なのね。はい、ええ。で、あの先に岩のロックラがあるでしょ、はい。恐竜の背中みたいな。あれがね、おひそ。ええ。あの、恩の、秘密の場所って書いて、おひそ、はい。ね。なん、どうしておひそ、よくわからないんだけど、おひそ。はい。まあ、ちょっとあそこロックラでね、ロックラ渡りなんですよ。まあ、ちょっと面白いので、ね。まあ、そんな感じで言っています。で、その先にね、控えてるのが、お前坂って言ってて、お前、よくここまで来たな、っていうね。まあ、お前坂ですよ。まあ、御前ね。一番、その、飯豊本山の、飯豊姫様が祀られてる御前なので、御前坂。略して、お前坂と。ね。まあ、そんな感じです。今ですね、草履塚を降りてきました。ここね。ほいで、乳母権現。
はい。向こうに見えるは大日岳。はい。そして、御前坂。その前にお星相があります。乳母権現さん、おはようございます。まあ、無念があるかもしれませんが、その分皆さんが登ってます、今はね。レディーも登ってるし、ギャルも登ってるし、うなぐも登っております。今ね、おひそ。ね、まあ、おひそっていうぐらいだから、きっとここはね、飯豊本山までの核心部。ね、まあ、そんな感じですよね。はい。高度感満載。ね、そしてね、いや、やっぱりユウさんにイメージしてもらいたいな。これがね、雪降ってね、雪が固まって、そしてその上を歩くときの気持ちはどんな感じかなと。まあそれをね、夏の時に確認しとくんですよ。ほふっと、3月頃で雪だるまになったこのね、歩くときにね、とても役立つので。はい。まあそんな感じで行ってみます。はい。おう、ユウさん。はい。美味しそうですよ。はい。どう？高いです。下の方の崖を、こんな感じですよ。ね、はい。まあこういう感じで、ここ雪の時来たら最高だよ、ゆうさん。そうですか。はい。もう来たくなっちゃったでしょう。はい。ね。もう、まあこういう風にね、おひその上を、お届けしました。ね。それでは、ロックラ。まあロックラって言ってもね、まあ、万人の通る道なんでね。はい。そういう感じです。はい。来ましたね。はい。本山のね、御前坂大雪渓のね、そこから、水が、沢ができてます。今ね、ここは何て言うかっていうと、御前坂。ね。まあ、飯豊姫様の御前なので、御前坂。ね。最後の登りっていう感じなんで、ちょっとね、長丁場です。ゆうさん。はい。一番最初に登ったあの山、鏡山。はい。あれがさ、今真正面に小さい三角形で見えてるね。はい。はい。あそこからね、こちらを眺めたんだよ。いい場所にあるよね。そうですね。ああ。それでさ、あちらの雲海の向こうにほら、尖った山が見えるじゃないですか。はい。あれが磐梯山よ。あ、そうなんですか。うん。尖ってるね。尖ってますね。ほんでさ、大きい尖りの左に小さい尖りがあるじゃない。はい。あれがさ、なんていうか知ってる？わからないです。あれがさ、串上根って言うんよ。そうなんですか？はい。磐梯山もさ、2、3万年前の沼平の噴火前はね、あの、大きい磐梯と串上根がね、一つの大きい山だったらしいよ。その時の噴火で吹っ飛んだんだね。はい。だからさ、磐梯山はさ、頂上が5合目なのよ。あ、そうなんです。はい。普通さ、富士山でも他の山でも頂上って10合目ってつけるじゃない？はい。でもなんで5合目かって。磐梯山はね。1816メーターで5合目。まあ、それは2つの説があってさ。はい。1つはさ、まあ、富士山の半分くらいの高さだから、富士山を10合とするなら、磐梯山は5合だろうと。まあそういう人と。はい、もう一つは、ね、噴火する前は15メートルぐらいの高さがあったって。まあ2600メーターぐらいかな。あって、そこが15メートルで、今の頂上は5合目と。まあそういう説とね。はい、まああるんですけど。まあ僕はその後者の説の方が好きですね。やっぱりあの、噴火する前の2600とか700あった磐梯山に登ってみたかったなーって。まあ、磐梯山登ってるときいつもそれを思ってる。はい。そんな感じですよ。ね。素晴らしい雲海。ね。この雲海を一言で言うなら。表せません。やっぱり、言葉は陳腐になるね、はい。ここはね、一の王子。で、新潟県にね、二王子岳ってのがある。関連があるかどうかはわからないけど、なんかそう言われてます。でね、本山のね、点灯場はここ。はい、ここ点灯場なんですよ。
景色いいでしょう。はい。はい。で、この石がね、溜まってる。これが一の王子っていうらしいですよ。落石注意。さあ、御前坂を越えたので、あとはゆるゆる。この下にね、100メーター降りると水場があるんですけど、はい、ちょっとね、水が足りない場合が多くてですね、はい、だからできれば切り合わせで水は汲んできた方がいいというのが定説ですね。はい、ここが一の王子。裏に書いてあるかい？書いてないね。伊勢山神社 0.3 キロ。300メーターってことね。はい。そういうことで、ここに皆さんテント張りますよ。はい。ね、まあ、いい感じですよね。はい、今ね、本山小屋を越えてきました。ね。本山の頂上まではね、ここからおよそ15分。今ね、ガスかかっちゃって、ちょっと見えてませんね。はい。まあ、行ってみます。それか誰か怪我して、あれ？防災のヘリ？まあ、防災のヘリもさ、伊勢山ってこっち側山形県じゃん。で、あっち側が新潟県じゃん。おはようございます。で、向こうは、福島県だけど、福島県はへその尾みたいになってるのよ。へその尾。だから、僕らが来た小沢キャンプ場の登り口から、はい、糸のように、登山道だけスーッと来て、本山の小屋のところと、この道の最後のあそこが頂上ね。それがへその尾のように福島県で、その辺行くと山形県なんですよ。そうなんですか？そう。そういう経緯があるのね。なぜそうなったと思う、ゆうさん。なんでしょう。明治の時にさ、はい、まあ、廃藩置県あったでしょ。まあ、そんで、会津は、ね、福島県。はい、で、越後は、新潟県。はい、山形は何ていうか知ってる？わからないです。最上。あ、最上。ね。それと、米沢。あ、はい、ね。まあ、今でも米沢あるでしょ。だから、こっちは米沢よ。米沢藩が統治してたわけ。でもそのまま山形県になった時に、福島県のものじゃなくなっちゃったのよ、この、飯出さんが、はい。でもさ、大体福島県の人が、ね、前に説明したようにさ、成人儀礼でさ、ずっと来てたわけよ。何百年も。なのに、廃藩置県の時ね、はい、そこが山形県と新潟県になるとは、不届き千万と言って、もうガンとして引かなかった会津人たちがいたみたい。そうなんですか。うん。それで、しょうがないから、じゃあ登山道は福島県にしましょうと。いうことで、僕らが歩いてきたところだけ福島県で、はい、あとね、ちょっとそこ行ったらもう、こっちは山形県、はい。で、ちょっとそっち行くと、新潟県。ここが福島県ということですよ。ね。はい、まあそんなことで、はい。おー、ゆうさん。はい。来たよ。来ましたね、とうとう。はい。なんか、背筋の、こう、なんていうの？震える感じが、してこない？はい。ここが、飯豊本山の、頂上。まあ、山頂ってやつだね。うん。2105.1 メートル。ちゃんの分もね、三角点、タッチ。おめでとう。ね。おっちゃん、来たで。ちょっとガスかかっとるけどな。まあ、ええ天気や。まあ、置いてきたわけはないけどな。まあ、来れなかったのはちょっと残念やな。まあでもガスかかってますからね。まあそんなに変わらないですよ。景色はね。はい。で、ここが本座。でもね、実は第一だけどはね、10メーターちょいぐらい高いんですよ。はい。そうなんですよ。普通さ、一番高いところが本山じゃん。そうですね。ね。でもさ、なんでここが本山になったか。わかる？わからないです。いやー、
最初にさ、この飯豊山を切り開いた人ってさ、山伏の、まあ、元祖みたいな人がいるんですよ。その人の名を、縁の行者。縁の行者さんと、もう一人のお坊さんで開山したのね。開山。まあ、その頃はさ、その人たちは山を登って、やっぱりその開山するっていうね。この間、剣の天の印っていう映画見たじゃないですか。はい、で、初登頂、ね、したっていう、柴崎吉太郎さん。はい、で、初登頂したら、そういう行者さんたちの矛と、ね、なんかあったという。ね、それぐらいこう、最初に大体山を開山した人たちは、そういう人たちで。で、その頃は GPS とかないじゃん。あですね。だから、ここ一番高いかと思っちゃったと思うんですよね。で、向こうにもあるけど、まあ、こっちのは高いだろうと。はい、まあ、そこで、ここが本座。そして、ここに、安置されたのが、飯豊姫。飯豊姫の御事っていうね、神様。飯豊姫っていうのは、伊勢神宮あるじゃないですか。はい、伊勢神宮って日本の最高の神様でしょ。で、伊勢神宮は、祀られてる人は、天照大御神様。伊勢神宮は天照大御神様で、その下宮っていうところに、この飯豊、豊受姫様が祀られてるんですよ。で、なんで下宮っていう、下宮かっていうと、まあ、天照大御神様のご飯係、ご飯作る係が飯豊姫。はい。飯豊姫様なんですね。まあ、だから、この飯豊山っていう名前もさ、ご飯の神様。まあ、簡単に言うとそんな感じですね。はい。まあ、食いっぱぐれないっていうか、美味しいものが食べられる。まあ、なんかそういう感じですかね。ええ。まあ、そういうことなんで、お参りしていきます。パンパン。